皆さんこんにちは。フレックスハイエース南大阪で YouTube のお時間がやってまいりました。本日はですね、中古車が1台入庫いたしましたので、ご紹介していきます。年式の方が30年式の、ハイエース版スーパー GL の4駆の、ディーゼルターボです。で、ハイエースでいうと5型になりますね。はい、でフレックスオリジナルカスタム今回も、たくさん付けさせてもらってますので、ご紹介していきます。はい、お車こちらです。はい、まずハイエース5型の、メーカーオプションのトヨタセーフティーセンス、こちらが付きます。はい、そしてこちら、オフロード、風の、デイライト付きフロントバンパー、こちら新品で後付けさせていただいてます。はい、そしてこちらタイヤの方がマッドウォーリアーと、ホイールがフレックス04オリジナルホイールですね。でこちら16インチのものを装着してます。はい、で結構4駆なんで車高が高く見えますが、これ実はノーマル車高そのままです。はい、これでも十分オフロード風で、最近流行りの上げ上げ系が様になってるのかなと思います。はい、それでは後ろの方もご案内します。はい、でこちら内装ですね。こちらベッドキットタイプ2、フレックスオリジナルなんですけれども、いつもご紹介しているこの板が4枚乗ってて、高さ調節が手回しで5段階できるっていうタイプです。で荷室の壁とかを見ていただくと、若干使用した小傷はあったりするんですけど、比較的綺麗です。はい、でこちらテールランプが、415コブラさんの、バッドテールランプになりますね。はい、それでは、運転席からセカンドシートをご案内していきます。はい、こちら全席シートカバーフレックスオリジナルで新品で取り付けています。そして運転席周りのフロントのインテリアパネルも全部新品に変えてます。でシフトノブハンドルはインテリアパネルとセットで、これも新品で取り付けています。はい、そしてフロントのナビはトヨタ純正ナビになりますね。はい、こちらバックカメラも、ございます。そして ETC もつけていますね。はい、以上です。あと走行距離の方なんですが、すいません申し遅れまして、1万約9000キロになりますね。なので四駆ディーゼルってね、やっぱり距離が走ってる中古車両多いイメージですが、こちらは30年式で走行距離が約1万9000キロ、もう新古車に近い代物になりますので、ぜひ四駆ディーゼルご検討の方、お早めにご検討ください。はい、ではこの後のお問い合わせはフレックス南大阪店、私田川の方までどしどしお待ちしておりますので、何かご不明点ございましたら、私までお願いいたします。はい、では今回のご紹介はこちらで以上とさせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。